スピードが持ち味、キング対ジョシュ・スコット。宇都宮ではリーグ制覇の経験もあります、ジョシュ・スコット。昨日と同じ5人がスター、キャプテンの伊藤隆。昨日は河村相手にディフェンス、上田俊介。2m7cm、イヴァン・ブーバ。ここは伊藤と河村のマッチアップ、スクリーン使っていきます。伊藤のシュート、2ポイント決まりました。伊藤からブーバへ、スコットと2人で行きますが、ゴール下、ダンク、マーフィー・トロイ・ジュニア。富山も時間をかけさせるゲームしてますね。前からディフェンスに行きます。はい、ですね。森井からユトフ。さあ、横浜は河村です。河村のアタック。はい、これがあるから強いんですよね。伊藤のスリーポイント、リングに当たります。さあ、この切り替え早いですね。河村からキングかい。杉浦、この昨日に続いて第3クォーター、スリーポイントの連続があるでしょうか。河村、残りショットクロックないところ、アタックしていく。すごいですね。ミラーのスリーポイント決まった。あ、来ましたね。残り第3クォーター4分25秒あります。この後ファウルをすると横浜にフリースロー。オノルがいいプレー見せました。マーフィージュニア、ステップを踏んで、あ、決まった。富山はこういうところでミスを しないで集中力高めたいいバスケットできるかですね。はい、ガドソンとミラーの連携。来ましたね。これは横浜の狙った形と思っていいですか、井出さん。そうですね。はい、ガドソンからブバです。ガドソンとブバの連携、ここでも見られて、自ら拾ってゴールした。落ち込みましたね。これ以降の富山のディフェンスのファウルはフリースローになります。オリバー、決まった。スリーポイントで勝つエンドワン、大きいですね。オリバー、オリバーのアタック、強いですね。オリバー選手も勝負どころ、連続得点。デビン・オリバー、どうする。河村、外、オリバーか。オリバーのスリーポイント決まって、外れて、ここでブザー。富山グラウジーズ、ホームで連敗ストップ。